こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国産ロケットと豪語したのに、実態はロシア製だったヌリ号が打ち上げに成功し、宇宙大国を名乗っている韓国ですが、アメリカ製人工衛星が韓国に落下する可能性があったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。寿命を終えたアメリカの地球観測衛星が墜落するものと予想される中、墜落予測範囲に韓半島が含まれた。科学技術情報通信部は、墜落中のアメリカの地球観測衛星の軌道分析結果を発表した。韓国天文研究院の軌道分析結果によると、アメリカの地球観測衛星は墜落する可能性が高い。天文研究院は、墜落予測範囲に韓半島も含まれると明らかにした。今回落下する地球観測衛星 ERBS は重さが 2450kg で、1984年に発射され、地球の熱放射分布を観測して分析する任務を遂行してきた。科学技術情報通信部は、大気圏に侵入した後、摩擦熱によって衛星船体の大部分が燃焼すると予想され、被害が発生する可能性は非常に低いと説明した。科学技術情報通信部は天文研究員と、最終墜落地点と時間など追加情報を確認でき次第、再び公表する予定だ。アメリカ航空宇宙局 NASA は、同衛星の地球への再突入を発表し、地球のどこかに危害を加えるリスクは9400分の1と低いと説明した。それではネットの反応です。9400分の1の確率ならすごく高いのに、大したことないなんて。北に落ちればレジェンド。それは相当高い確率じゃないか。ロトには当選しないけど、あれには当選するのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。